おはようございます。おはようございます。ホヤエンカント専務です。社長です。バイク乗りの皆さんバイク乗ってますか？乗ってますか？乗ってますか？僕ら今乗ってないですけどさあ今日は何をするんでしょうか？まあ、僕たちが実際のホヤエンカント社長と専務がどういうバイクに乗ってるのかっていうのと、はい、中型で売れ行きナンバーワン、そうっす、はい、レブルちゃんナンバーワンバイク、はいはい、僕もあの R3 なんですけど、はい、R25、はいはいはい、うん、がやっぱ 250cc の R25 が確か売れ筋3位とか4位とかだったと思うんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからここに一応まあその中型の人気車種っていうんですかね、はい、なのでちょっと一回この辺でまあレビューも兼ねて、はいはい、あの僕たちまあそんなバイク詳しくはないので、そうですね、うん、あの詳しい情報を知りたい人は動画を見てもらえればいいかなと思うんですけど、そうですね。で実際僕が今日伝えたいのが、あの今からこう自動二輪取って、はい、バイク乗り始める人もこの動画見てくれる人いると思うんですよ、はい、だから絶対選択肢に入ると思うんですよこのバイクが。売れ筋ナンバーワンから、そうですね、バイク何買おうかって最初悩む時に、はい、レブル買おうか、R25 買おうかとか MT にしようかとか、まあ、あの CBR250 にしようかとか悩むと思うんですよ、はい、でもそれの参考になればいいかなと。今2台あるわけですから、僕はこれ乗ってるじゃないですか普段、はい、で専務は普段こっち乗ってるじゃないですか、はい、じゃあ僕がちょっとこれにまたがってみて、はい、どんな感じなのかっていうのをちょっとお伝えさせてもらいましょうか、はい、じゃあ、ダントツ売れ筋レブル250ですねこれ、はい、これまずあの買ったら一番に皆さん思うと思うんです、レベルじゃないかと。これは一応レブルらしいんで、まさかここを突っ込むと思わなかったっす。いやだから多分これが気になるんでやめる人じゃないから。いや分かるよ、人のカードですから。フルノーマル、もう全部全部もう純正ですね。何もしないですね、何も触ってない感じ、はい、ちょっと僕仮に、またがってみますね。はい、あすごいわこれ。ほんとベタベタでしょ。いやこれすごいですね。これだから多分女性でも乗りやすそうな感じはしますね。やっぱりこうステップが前にあるから、ほうほうほう、あのねそれがねちょっと乗りにくいかもしれない、慣れてない人には。なんでかって言ったらこういう感じでバイク乗るイメージ、はい、僕らの場合こうなので、はい、なんて言うんですかね、重心がお尻にあるじゃないですか人間って座るときは、はいはい、それが足を前に出すっていうのはなんかすごいこうなんて言うんかな、違和感を感じますね。へー、ものすごく、まあ、それしか乗ってことないんで分かんないでしょ。でも多分これ気づかないと思いますよこれ。へえー、そうなんですね。リアブレーキ踏むのが、人間ってこう座ってこう踏むのってすごい力入れやすいじゃないですか、真下に、はい、だけどこうはなかなかこう なんていうか分かります、前に足を蹴り出す感じって不安定じゃないですか。確かに、なんか重量はやっぱりちょっと若干こっちの方が、あこれより変わってますか、うん、少し重さをやっぱ感じるかもしれないですね。これなんか男性でこれなので、もしかしたら女性はちょっとこう重さを感じるかもしれないですね。ただまあ足つきがいいけん、はい、不安感はないけどね、はい、ただあの焦げた時に引き起こしようと思ったらちょっと重たいんかなとは。あの実際にこかしてみたってやらないでくださいね。そうですね、まあちょっと後でやってみますけどエンジンかけるボタンがこれですね、はい、わかりました。音はね、やっぱりあのちょっとのぶとい感じがする。あ、クラッチはね、やっぱりだいぶ硬いわ、レベルの方が。あ、そうなんですか。だいぶ硬い、これ。へぇー。渋滞はしんどい。確かに痛いですけどね、手が。うん、渋滞はな、これほんとしんどいと思うわ。へぇー。あ、ギアはね、ものすごい入れやすい。あー、そういうのあるんですね。もうすげえ、スコスコ入るね、これ。スコスコ。スコスコ。ほんま、スコスコ入るね、これ。スコスコ入るね。いや、マジで。すげえこれ、あのこれから買う人を覚えておいたらいいんですけど、今の中型バイクって、はい、昔の要するに、CB400 スーパーフォアとか、はい、SR とかっていうのは2人乗るように作られてるんよ昔のバイクって。あ、そうなんですね。だからシートが連結でいっとるから、後ろの人も多分すげえ乗りやすいんやけど、はい、まあ、特にまあ僕のは SS やから余計やけど、はい、そうね、確かにもう乗るように作られてないんよもうそもそもが。そうですよね。いやマジで、
だからもう特にこれもそうやん。だってこれ、こんなんもう。そんな子供のお尻でも張り出すぐらいのシートやん。そうですね。二人乗りはちょっとしんどいかもしれんね。まぁ、ちょっと乗るぐらいならね、いいけど、これでちょっと100キロとか50キロとか距離走ろう思ったら、多分後ろの人も、めっちゃしんどいと思うわ。まあ、確かにそうですよね。うん。ここに足があるし、ここに乗るやろ。こんなやろ。こんなやろ。ほんまに。乗ってみ、乗ってみ、マジで。え、これってそのまま乗れるんですか？乗れるよ。そのまま乗れるよ。倒れるんですか？倒れん、倒れん。怖くねえ、すげえ。左足上げるんだ。いや、なんか倒れそうで怖い。いやいやいや、バイク持っとくけ。ほら。すげえすげえ。いやいや、そこまでじゃないですけど、うん、いや確かに怖いですねこれ。だろ？でこれほんま気をつけた方がいいと思う。草むらでそのポーズしてたから、なんか違う海で。あのやっぱレブルはすごい太いけん、タイヤが、はい、安定感すげえいいなと思う。確かに安定感ありますね、うんうん、でこれがもうなんていうんかな、もうダントツ人気ナンバーワンやから、はい、確かに乗りやすいんだろうなとは思うな。ちなみに僕身長約170なんですけど、はい、股下はね確か僕74ぐらいなんよ。足短いんよ、めちゃめちゃ。ああ、そうなんですね。でもそれでも全然もうなんていうんかな、もうめちゃめちゃもう楽勝。確かに本当にハンドルはなんか思ったより、あのなんていうんかな、ちょっとワイドやな。ああ、確かに。ちょっとこう、手を広げて乗るイメージ。ああ、確かに。ですね、人生でもね。なんかそんな感じがするわ。その、乗ってる人とバイク合わせて、あー、こう、ね、かっこよく見えるみたいなのがコンセプトだったような気がするんですよね。確かに確かに。若者受けしそうなデザインですよね。やっぱそうっすか。うん。僕若者なんで。あ、そうですね。みたいな、うちはやっぱりちょっとなんていうんですかね、すげえよく作られてるなと思うわ。本当に。あ、そうですね。やっぱり、なんていうかな、アクセルレスポンスが、ちょっと遅れてくるイメージやね。はい、ああ、そうなんですね。決めてすぐ来んね。後で遅れてアクセルがブーンってくる感じやね。全然気にしたことなかったですね。あ、そんな感じがする。あ、そうなんですね。うん。でもこれ運転しやすいと思うわ。ただまあ、もうそもそもアメリカンだけニーグリップするもんじゃねえけどさ、ニーグリップはやりづらいだろうな。ニーグリップしようかな。お皿が割れてるやん。いや、まあ、気がする。アウターできるやつ。いやいやいや。うちの専務に、僕のバイクを紹介してもらいましょう。レビューしましょうかね。そうですね。僕もね、基本的には、純正。はい、ただもうこのレバー、はい、ブレーキレバー、クラッチレバー、あー、そうですね、スクリーン変えてるぐらいですかね、はい、ヤマハの YZF-R3 ね、 320cc ですかね、僕のは。だからまあ僕はちょっと車検がいるバイクに、あ、なるほどね、はい、うちの専務は多分この SS バイクっていうものにそう乗ったことがないから。そうなんですよね、うん、だからこそのあれをちょっと伝えてみたら、初めて SS バイクにまたがってる感じをちょっと言ってみたらいいんやね。そうですよね、普通の CB とかですもんね、最初。そう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 、教習は。そう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 。じゃあ失礼、初めてこれをちょっと乗る感じがどんな感じか。失礼します。ちなみに専務が、身長が170です。170、はい。で足もそんなに長い方ではないよな、普通ぐらいよな。長くはないですね、まあ、どっちかというと短いですね。ちなみにこう起こしてみて足つきとかどんな感じやん。もうこれ起きた状態ですよね。起きた。あ、両方ともつま先つま先って感じ。つま先つま先ですね。ああ、じゃあちょっと足つきは結構ギリギリって感じか。ギリギリっすね。はい。でまあちなみにそうですね、サイドスタンド払って、いや怖え。ちなみにそれでリアブレーキ踏んでみ、もうすぐ踏みやすくね。いや、踏みにくいです、僕。これとはこっち、やっぱ慣れてるからか分からないですけど。そういうことだよ、やっぱりそういうことだよ、ね、踏みにくいっすよ。あ、でもめちゃくちゃ似合うよ。マジですか、ちょっと似合う。欲しくなる。似合う。いや、マジで似合っとるよ。でもなんか安定感はやっぱないやろ、こっちより。ない、そうっすね。なんかちょっとふわふわしてない感じ的に。今思ったんですけど、めっちゃ軽いっすね。そう、軽い。めっちゃ軽い。やばい。やばいんよ。だからこれ、これからもし IZF シリーズを買って乗ろうと思う人は、高速はだからちょっとしんどいと思う。あー、結構煽られる。そう、慣れないと。なるほどね。
や、クラッチどんな感じ？めっちゃ軽いやろ。カチャカチャカチャいくやろ。もうスプスプやろ。ロベストクラッチやろ。すげえな。すげえ軽いかろ。軽いよ。レブルノリが、YZF に乗ろうとしてみたらどういう感じかっていうのをこう。めちゃくちゃ怖いっす。あ、怖い？怖いっすね。何の違和感を感じる、うん、この姿勢が結構前傾じゃないですか。 そうです。あれもう真反対じゃないですか。そうやね。こうじゃないですか。そうもうそこでこっから前に進むっていうのがめちゃくちゃ怖いですね。あー、確かに。ちなみにじゃあちょっと、エンジンかけてみて。どうですか、これですか。そうですね。もう1個カチッとひねって、で、まあエンジンが、その赤いボタンを下へずらすんよ。これですか。それへえ。で、アクセルをひねった感じがやっぱりこうなんて、レスポンスが多分そっちの方がいいと思うよね。ほら。ああ。分かる。すぐ来る。なるほどね。全然違うだろ。ああ、なるほど。そういうことか。レベルと全然違うと思う。俺今乗ってるんだけど。全然違う、ここ。うん。ああ。クラッチが抜群に軽いけ、渋滞はめちゃ楽。これ。そう。本当に日本指でも多分いけるんよ。すげえな。ここで調節できるんですか？あ、そう、それがまあ、広さの調整。ああ。硬さの調整の話に。あ、広さですか？そう。手が大きい人、手がちっちゃい人。レバーがもうちょっとこう、手前に行ったり。へぇ、すげえな。あ、でもめっちゃ似合ってるよ。マジっすか？めちゃめちゃ似合ってる、マジで。かっこいい。僕はどっちかで言ったら、SS は手を出さない人なんですけど、次欲しいのがその SR か、ヤマハの、はいはい、SR、あの渋い感じが僕どっちかというと好きなんで、はい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 、でも似合うと言われたらちょっと欲しくなっちゃうだから多分それぞれ SR レベル、まあ、それぞれ多分良さが絶対あると思うよ。ただ俺思うけど、バイクって乗るその見た目だと思う、ほとんど。いや、でも大事、かなり大事ですよね、それ、うん、見た目がもうほぼだと思ってるけん、ちょっとはい、どこ行った、サンドどこ行ったんすか。それですね。怖。うん。足つきがちょっと不安よね。不安ですね。もうほんまにつま先だ、はい、ここだけしかついてない。そう。だけど多分、身長150代、160代の人がこういうのと思ったら、厳しいですね。多分かなり、乗れることはないよ、もちろん、はい、車体が軽いけん、はい、だけどやっぱりちょっとお尻をずらして片足立ちするような感じにやっぱなるんかなと思うな。え、なんか最初何にしようって言ってたんですかね、バイク。あ、これにする前、はい、なんか買う。じゃあ CBR。 あ、 CBR、うん、あー、ホンダの、まあ、どっちにしても SS、はい、SS が良かったんで。なんでかというと、まあ、今までもう SR とか、はい、そういう系のやつはもう乗ったけ。ああ、なるほど。唯一乗ってることがないのが SS だったんや。はい、はい。これなんでこの CBR からこの逆転したんですか、こいつがガーンって。CBR 高い。なるほどね。そう。というのが、はい、感覚的に 250cc、400cc のバイクを買うのに、もう100万円近いっていうのは、ああ、確かにまあ。僕らからすると、多分僕らの年代、まあ僕年齢公表してないからあれですけど、はい、ありえん。はあ、もっと安かったんですか。昔はだって確か CB400 で新車で40万円台だったと思う。あ、そうなんですね。40万後半か50万確かいかんかったと思うよ。へえ。そういう人間やけん。はあ、それは確かにそうですね。それともう大型バイクやなっていう。はあ、値段で。はい、はい。まあやっぱシンプルにまあ見た目ですね。この YZF っていうのを初めて見たときに、はい、いや、か、まあ、特にこの僕はもうこのクワッドブラックっていう黒、はい、これを見たときになんかアメリカ映画とかになんか出てきそうな、こうなんか真っ黒のバイクでこう走るシーンとかアクションシーンあるじゃないですか、はい、もうああいうイメージやったのよ。ああ、そういう感じなんですね。そう、まあ、もうかっこええなと思って。これフルカウルなんで、はい、これから免許取って乗る人は暑いっていうのは分かっとった方がいいかもしれんね。あ、結構その乗っとってくるんですか、足。来る。ああ、そういうことなんですね。ちょっと来る。特に冬場はもう全く外が寒いけあんま感じんけど、冬型バイクなんかはねすごいやろうけど、はい、夏場とかはちょっとしんどいかもしれんね、もしかしたら。ああ、そうなんですね。熱がやっぱどうしてもカウルの中にこうこもるけん。ああ、それがこう自分にも感じるんですね。そう。10月ぐらいだったかな。はい。ファンがもうずっと回り。ああ。いや、でも、成功に作られてるなと思う。車
厚い部分が安っぽい部分がなんかないというか、カールを作るにしても。なるほど。で確かこの空冷のここに穴がボンと開いてるんですよ、このパンを冷やすために。こんなんとかもなんていうんかな、レーシングバイクの作りなんよこれ。あ、そうなんですね。サーキット走ったりとかする。ほう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 。ただなんかなんていうのか、正面から見たらちょっとカマキリみたいよね、なんかなんかこの触覚みたいな、なんかこう目が細いし。もう言われてみればそうですね。ねえ、え、このラインは元からあったんですか？あ、これも元々元々。ああ、そうなんですね。純正。へえ。YZF もレベルもそうなんやけど、あの、なんていうかな、人気車種やけん、結構あの、パーツとかも多いしね。ああ、多いですね。うん、好きなようにできると思う。俺は、今、ちなみにこのブラックスクリーンっていうのは、まあ、これにするだけでも、全然見た目がもう、ただ透明のスクリーンとってはもう、大違いやと思う、これ。あ、最初透明ですか？そう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 。あ、なんかもう、透明。あ、そうか、スクリーンがレンか。そうです、もろに。あ、やっぱじゃあ風を感じる、結構風はもう、そう、やばいですよ。あ、そうなんだ。結構、なるほど、それに気づかなかったわ。結構体力消耗しますよ。あ、そうなんだ。だけどこれをなんかロングスクリーンっていうのもあるんよ。はあはあ、あのこの辺ぐらいまで来るやつ、はい、風を受けんようにするためで、前傾なんで、あの頭の上抜けていく感じですね、風が。そう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 。あー、そうか。だからワイヤーエンカウントは、まあ、こういうバイクに乗ってるんだっていうのをこれ知ってもらったら、もしかしたら動画見てる人と今後すれ違うかもしれないじゃないですか。ああ、そうですね。僕らやっぱいろいろ行ったりするんで、はい、でそういった時に見かけて声かけてほしいですね。いやいや、僕ら結構やいっぱいするんで。そう。はい。今 GoPro つけてるじゃないですか。はい。だから GoPro つけてるから、まあ、乗り換えてちょっとまっすぐ走ってみましょうか、ここ。ああ、そうしましょうか。でもこれあれですよ。こうなるんでした。ここしか映らないんですよ。なんで僕そんなカマキリみたいな格好で走らんといけんのですか。いや、でもこれやったらこうやけど。いや、もっともっとかっこいいです、もっとかっこいいです。ほんまに俺のレベルめっちゃ怒られるな。怒られる。曲がりすんなよって怒られるもん。じゃあちょっと走ってみますか。あ、そうですね、ちょっと一回走行してみましょうよ。どんな感じかね。はい。自分のバイクなんかこうやって見るの新鮮だわ。怖い乗った時に、はい、ちょっと飛ばしてみましょうか。いや、ギア変えてみましょうよ、ギアを。僕教習所の先生じゃない。